レッツゴー、行きましょう。ダサいね。おお、サクタンだ。かわいい。あ、これ写真なんだ。そう、写真なんですよ。たこのさ、うん、このそのサクラの左側に写っているものは何？うん、これは、あ、これちなみに私が提出させていただいたんですけど、はい、井上さんが。そう、これ誰だと思いますか？そんな無茶ぶりすんの？嘘でしょ。誰だと思いますか？アルノとか。ナギ、ナギ。いや、これ私が提出してんだからナギなわけないでしょ。画面から消えちゃった。本当だよ、さくら。そう、それはね、ちょっとたま、もうすごい、あの正解の人たまにいるんだけど、テレパンです。パン。あ、テレパンなんだ。テレパンの影1ミリもない。これパンパンです。この残像、パンは残像でも美しいですね。綺麗な芸術を作ってくださってる。綺麗な残像してるね、はい、すごい、すごい感じでございます。テレパンが何か高速移動を手に入れたみたいな、めっちゃ書いてある、ね、高速早パンとか早パン。じゃあ、ね、テレパンがさ、うん、テレパンが残像って何って言ってたのって何なんだろう。なんだろうね、見てくれてんのかな。ね、なんかあれしてくれたのかな。嬉しい。残像って、それは残像って何ってなるよね。テレパンは、あ、見てくれてるらしいです。お、そうなんだ。ありがとう、嬉しい。あのテレパン、パンは残像でも美しいよってのを、伝えたい。この2時間で頑張って伝えていくから。この企画以外でもね。そう、残像でもあなたは美しいんだよってことを話してただけです。これ本当にテレパンって言われてもテレパンってなる。パン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 、テレパンですね。パン、見てくれてるんだ、嬉しいね。テレパン、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、テレパン。我らが最年長、はい、最年長らしくないけどね。そんなところも好きですよ。かわいい。はい。